鴨地神社案内開始。まもなく1キロで料金所です。まもなく目的地です。鴨地神社、日本で一番縁起の良い名前の神社となります。いつもご視聴ありがとうございます。イビキン TV、 僕はネズミことイビキンです。今回は新型ハリアのナビで役に立った危険なメッセージを紹介します。ナビの目的地も音声で簡単に設定することができます。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。今回紹介する車両はトヨタハリアー Z レザーパッケージガソリン車 2WD になります。車両本体価格は423万円となっています。オプションで寒冷地仕様、超高パノラマルーフ、パノラミックビューモニターを装着しています。新型ハリアーを納車して1年以上が経ちますが非常に満足しています。カタログ値の燃費は 15.4km ですが、実燃費の方は 11km から 14km ぐらいで走行できています。それではナビで目的地を設定します。トークボタンを押します。ピッと鳴ったらお話しください。鴨地神社。鴨地神社を名前でお調べしました。1番目、鴨地神社。2番目、鴨地神社バイ。鴨地神社です。こちらでよろしい場合は目的地セットとお話しください。目的地セット。これで目的地は鴨地神社に設定されました。ルートを長押しすることで通過道路を指定できます。ナビ通りこのまま高速を使って行きたいと思います。案内開始を押します。案内開始。中国自動車道、その先米子自動車道を通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。それではこれから鴨地神社に行きたいと思います。レッツゴー。このようにハリアに話しかけるだけで目的地が設定できるので、ぜひ皆さんもお試しください。ナビ以外もトークスイッチで電話の操作などが行えます。地図データの更新準備が完了しました。地図上の地図更新ボタンから地図データの更新ができます。それではこのまま高速道路を走って鴨地神社に向かっていきたいと思います。新型ハリアにはトヨタセーフティーセンスという次世代予防安全パッケージが全車に標準装備されていて、非常に安全な車となっています。3キロ先、工事のため左車線が規制中です。この先の道路の規制の案内とナビの表示でお知らせをしてくれます。トヨタセーフティーセンスについては別の動画で説明していますので、そちらの方をご覧ください。今映ってますのは Z グレードの 12.31 のナビになります。 G グレードの場合はオプション設定となっています。まもなく左方向、米子方面です。目的地を設定して高速の分岐点に入りますと、このように分岐案内をしてくれます。ナビの表示とメーター内の表示、そしてヘッドアップディスプレイにも表示されるので、非常に分かりやすいのが特徴です。今は前を走っているアルファードに追従走行しています。アダプティブクルーズコントロールを設定して走行しています。この先左からの合流があります。この先に左からの合流がありますとナビが教えてくれました。ハリアをはじめ最近のトヨタ車では、トヨタのコネクテッドサービス T コネクトという24時間365日つながっているトヨタの安心技術が入っています。リアルタイムに収集した交通情報で快適なドライブが行えます。5キロ以上道なりに走っていれば良いという情報をもらいました。このように目的地を設定することで、自動車の走行情報に特化した様々な情報が入っていきます。およそ10キロ先、ネジ湖のため、肩規制中です。トヨタスマートセンターで収集したビッグデータのリアルタイムの走行情報やビッグ等の外部情報を組み合わせ、自動車の走行状況に合わせた様々な情報をナビに配信します。ハリアのナビにはこの先事故走行注意と表示されています。
この先10キロ先で乗り上げ事故規制中とありますので注意して走行していきたいと思います。速度も少し落として走行しています。前のアルファードも同じ情報を得たのでしょうか。少し速度を落としています。この情報を知らないのでしょうか。ものすごいスピードで右側から追い越されました。このような情報を知って運転するのと知らないで運転するのとは全然違うと思います。今回こちらの情報は VIX から新型ハリアーのカーナビに送られた情報になります。左側に VIX のマーク、そして11時50分と表示されているのが分かりますでしょうか。 VIX の下の時間が黄色で表示されている場合は交通規制情報。およそ1キロ先、乗り上げ事故のため路肩規制中です。ハリアーのナビには1キロ先と案内されましたが、電光掲示板には3キロ先事故走行注意と書いてありました。乗り上げ事故のため路肩規制中と案内されましたので、右側の車線をゆっくりと走行しています。これナビを持っている人には分かりますが、ナビを持っていない人にはこの情報は分かりません。今ハリアのナビに表示と音声案内で知らせてくれてますが、おそらくこの情報を知らずに運転されているドライバーの方も多いと思います。そう考えると非常に怖い感じがします。このような機能は各メーカー全車標準装備で統一してほしいものですよね。そうすれば高速道路の事故はかなり減ってくると思います。もうそろそろ最初の案内地点から10キロ付近なので注意して走行していきたいと思います。もし高速道路上の道路交通規制の情報を見逃したとしても、このようにナビが案内をしてくれますと非常に安心ですよね。皆さんは車で VIX 情報をうまく活用されてますか？コメントの方から教えてください。よろしくお願いします。高速道路運転中は気づきませんでしたが、今見ると50キロ規制されていたことが分かりました。本当に気づきませんでした。もう少し分かりやすい表示にしていただけると嬉しいです。これこそナビ画面に50キロ規制、50キロ規制とナビ表示と音声で知らせてくれると非常に分かりやすいと思います。今ここに走ってる10台のうちアルファードとハリアーぐらいしか事故がありますよという情報を知らないかもしれません。つまりあらかじめ事故情報を分かっているドライバーは左車線の車に注意しながら減速して右車線を走ることができます。しかしこの情報を知らないドライバーは左車線の事故に気づいて慌ててブレーキを踏み、さらに後続車も何？急ブレーキ？みたいな感じでブレーキを踏み、二次災害が起きるかもしれません。高速道路で急ブレーキを踏むということは非常に危険な運転になります。高速道路上にまさか車が止まっているとは思いませんからね。あらかじめ分かっていることにより予測運転ができ、安全な運転につながると思います。今回のことで自分の中でこのナビの重要性が高まりました。皆様のチャンネル登録・高評価が動画作成の励みとなっております。実はここにも50キロ規制の表示がありました。こちらも気づきませんでした。やはり高速道路運転中というのは非常に視界が狭いことが分かりました。運転中は10キロ先に事故走行注意ということで、路肩に事故している車が停車しているかもしれないということに注意して運転していました。速度規制の標識は正直見えにくかったです。標識が点滅しているのは分かりましたが、速度までは見えませんでした。しばらく走ってますと前にパトロールカーが走行していました。おそらく事故の処理が終わって帰っている途中だと思われます。前方に事故があると思って運転する場合と、その情報が全くなしで運転する場合は運転が全く違ってくると思います。パトロールカーの表示を見ますと落下物事故と表示されています。10キロ先の路肩走行注意乗り上げというのは、おそらくこのパトロールカーが落下物を、処理していたのではないかと考えられます。そのために路肩乗り上げ10キロ先事故走行注意と規制が出ていたのかもしれません。ということで私は事故に遭遇することなく走行することができました。今の季節紅葉が綺麗ですね。今蒜山高原パーキングエリアを通過しました。およそ10キロ先、舗装工事のため追い越し車線規制中です。このまま鴨地神社に向けて走行していきたいと思います。舗装工事のため追い越し車線規制中です。今クルーズコントロールで走行していましたので、前の車がブレーキを踏むとハリアも同じように減速し追従走行をしています。
高速道路ではトヨタセーフティセンスのクルーズコントロールが非常に運転が楽です。別の動画でクルーズコントロールの動画も投稿しています。そちらをご覧ください。およそ1キロ先左方向甲府インター出口です。まもなく左方向甲府インター出口です。その先1キロで料金所です。今までナビはルート案内だけに使用してましたが、このように交通情報で危険な箇所を教えてくれるのは非常に安全でありがたい機能と感じました。左方向です。およそ1キロ先右方向です。この先料金所です。その先400メートルで甲府インター入り口を右方向です。およそ700メートル先、目的地周辺です。まもなく目的地です。目的地です。ということで、蒲池神社に到着しました。こちらの車両はオプションでパノラミックビューモニターを装着しています。こちらの画面の左のようにハリアを上から見たような図で車両の周囲安全を確認することができます。はい、蒲池神社に到着しました。蒲池という地域になります。それではこれから神社にお参りしていきます。蒲池という縁起の良い地名は全国でここだけです。蒲池神社、日本で一番縁起の良い名前の神社となります。鳥取県日野町蒲池神社と読みます。御祭神は雨の床立ちの御事、八塚水の小津の御事、お水の御事、全国でも最も数の少ない神社、国土経営開運国づくろの神様をお祭りしています。この後蒲池神社にお参りします。お願い事をコメント欄にお書きください。家内安全、商売繁盛、金運上昇、開運昇福など、宝くじロト6が当たりますように。皆様のお願い事と一緒に蒲池神社にお参りしていきたいと思います。この動画が少しでもいいねと思いましたら、グッドボタンの方をお願いします。そしてチャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。蒲池神社お参りの様子は次の動画で紹介いたします。